関越台正面奥のジャンプ台にご注目ください。オートバイドリル要員が大型トラックからの飛び出しおよび左右からのジャンプ台により入場いたします。選手入場です。WBC 弘前代表スターティングメンバーを発表します。左から1番千葉県出身安藤紀明、2番弘前市出身久保徹、3番弘前市出身古本恭平、4番弘前市出身最上5番弘前市出身千葉泉、6番鶴川町出身新岡ルイート、7番青森市出身今広也、8番青森市出身久保直樹。そして本日侍ジャパンを指揮するのは平川市出身木村翼。実況解説は偵察隊一の美声岩手県出身松村隼人、以上10名により実施します。最初に行うのはアクセルターンです。選手の息の合ったアクセルターンをご覧ください。4名の間をスラローム走行により超越します。息の合ったスラローム走行をご覧ください。察知した場合迅速に停止し、その場から離脱する際に使用します。まずはじめに対面ブレーキターンをご覧ください。
による同時ブレーキターンです。選手の息の合ったブレーキターンをご覧ください。続いて連続ジャンプです。連続ジャンプは選手の連動が高いほど前後の間隔を詰めてリズムよくジャンプ台から飛び出します。続いて転倒射撃および射場射撃です。転倒射撃は不意に敵と接触した場合に活用する射撃応用です。射場射撃は敵を殲滅しつつ前進を継続する際に活用する射撃要領です。続いて関越台手前に注目してください。忍者走りと非常に高い連動を必要とするウィリー走行をご覧ください。最後に関越台手前のジャンプ台からの2名ずつによる迫力のあるダブルジャンプをご覧ください。実施した選手には本日一番の大きな歓声と拍手をお願いします。最後にオートバイドリルを指揮した木村監督によるジャンプをご覧ください。以上で第9偵察隊によるオートバイドリルを終了します。ただいまオートバイドリルを実施した偵察隊はグラウンド右手にある鉄棒付近にて特設ブースを設けております。オートバイドリルをお楽しみいただけたかという方はぜひお立ち寄りください。引き続き第39普通科連隊第4中隊による訓練展示を実施します。